2級合格おめでとうございます。どうですか、2級合格して。もう本当にとにかく嬉しいです。今度から難しくなっちゃうので、その前に取れてよかったなって。そうだよ ね、 あね、来年からっていうか今年度からか、ね、変わるもんね。よかったよね。どうですか、2級の勉強というか、まず対策クラスは必要だと思う。はい、思う。別にさ、対策クラス受けなくても2級受けれるじゃん。なんで必要だと思う。私ライティングがすごい苦手で、うん、やっぱり添削してくれるその皆さんたちがいるっていうのは大きいかなって、うん、あーライティングね。そうで今度からね2つになるしね、また2級はね、はい、そっか。うん、でじゃあその対策クラスで、じゃあライティングは結構大変でしたか。はい、量がたくさんあって期限までに終わらせるのがちょっとめっちゃギリギリになりました。うん、でもその提出するのが大変だったってこと？はい、それに内容の初めの方は本当に辞書がなかったら何も書けなくて、うん、結構困りました。今さ、こう他の級の対策クラスでさ、うん、やっぱりまだ始まったばっかだから、その辞書が ないと書けません。でも本番は辞書を使えないので、その辞書を最初から使わずに書かした方がいいんですかっていう質問がお母さんから来てるんですけど、どうですか。最初この辞書を使いながら書いてて、こうそのうちそれはもう辞書を使わなくても書けるようになるもんなんですか。はい、なんかたくさん問題解いてると、なんかいろんなのに共通して書けるような、なんかお金がかからないとか、うん、時間が短縮できるみたいな文章がやっぱ出てくるので、うんうん、そういう文章をまあ結構重点的に覚えていって、うん、使い回していければ、うん、結構楽に書けるようになると思います。じゃあ最初はやっぱり辞書使って、はい、書いた方がいい。でもそのうち辞書なくてもできるようになるから大丈夫だよっていうことですよね。はい、この単熟語テストはどうでしたか。本当に大変でした。大変だった、うん、どれくらい大変でした。もう学校の放課とかその期間のところはずっと単語帳読んでました。学校でもやってた。はい、お友達は何か言いました。すごい大変そうだね、そんなやんなきゃいけないのでもさ、そうするとさ、みんなが遊んでるとか、みんなが、ね、友達と喋ってるとか、はい、そういう時に自分はそこに行けないわけじゃん、はい、単語をやってるわけだから。どうでした。いやでも結構ギリギリになってから覚え始めるので、私は初めにやっとかなかった私が悪いって思いながら。ああ、そうなんですね。こうどうですか、2級今受かって何かいいこととかありました。とか、まあ、2級の勉強をして、受かってっていうより、まあ、勉強してこういいことってありました。でもやっぱり先生とかに2級受かりましたっていうとすごい褒められるので。あ、学校の先生に。はい、おそれにクラスでも順位を持ってる子と2級持ってる子はそんなにいないので、うん、特別感っていうか。あ、特別感。そうね、頑張った分ね。英語教室は何年生から来てんだかな。結構遅めで中1から。あ、もう中学校に入ってから。はい、ってことは今2年だから1年、はい、あ、丸2年か、はい、2年間お教室にいたんだよね。そうするともう中学校になると自分の勉強だよね、自分で勉強だよね、はい、どうですか、その自分で勉強っていうのは。でも元からその違う英語教室にはいて、うん、英語は好きだったので、うん、まあ、難しいなって思ったりもしたんですけど、そんなになんか嫌だな、やめたいとかは思いませんでした、うん、でもさ、前の英語教室やっぱ比べるでしょ、はい、こう比べるとさ、やっぱりこんなに宿題がいっぱいあり、こんなにやり直しさせられ、こんなちょこっとなのにやり直しさせられみたいな、こうそういうのとかどうでした？こう比べて。本当に前の英語テスト結構甘くて、うん、なんかその時はまだ自分が英語できるって思ってるんですけど、はいはい、入ってから私全然ダメだなって思い出して、でも、まあ、ちゃんと、うん、
ちゃんとやってなんとか。でもこうさ、ネガティブにならなかった？その例えば前の英語教室だと、あ、自分私結構英語できるじゃんと思ってさ、はい、うちの教室来てさ、まあまあね、お教室の子たちみんなできるからさ、そうやって比べるとさ、え、できないじゃんって思った時にさ、もう嫌だって思わなかった？でも自分がもっとあの甘いのは嫌だから、もっと英語やりたいって言って親に頼んで入らせてもらったので、やめるわけにもいかないよなって思って。じゃあこう自分に厳しいんだ、もともと自分の性格的に。いろんなこと。でも英語が好きなんだけど、それ以外は。こうまあ中学校からのこの2年間だけど、英語教室の中で一番こう思い出って何があります？まあ楽しいことでも、あの辛かったことでも、こうなんか思い出というか記憶に残ってるもの。あの初めてプレゼンテーションやった時に、まあ、今まではもうほんとただ話すだけみたいな感じで、その自分で一から原稿を書いて、ボードを作ってってやったこともなかったので、結構苦労したんですけど、そのちゃんとやって、その動画を見た時になんか意外にできてるなと思って、それが嬉しかったです。あ、それがじゃあプレゼンテーション、初めてのプレゼンテーションが一番のこう思い出、はい。こうさ、やっぱり多分こう保護者の中にはこう4ヶ月に1回のプレゼンテーションでね、そのたんびにボードは作らないか暗記しないかで、そうするとやっぱ大変なことが4ヶ月に1回は絶対あるわけじゃない、こんなんなくてもいいじゃんってきっと思ってる保護者もいると思うのね。またプレゼン？この間やったばっかじゃんみたいな。どうです？プレゼンテーションって例えばその自分の学校生活でもいいし、自分の、あの普段のなんかでもこうなんか 役に立つっていうか、あ、やってたから私はこうだったなとかなんかありますか？中学校になるとその ALT の先生に1対1でプレゼンしたりとか、でも本当にそれがちゃんと評価ついて成績につながったりするので、プレゼンテーションすることに慣れておくっていうのは大事かなって思います。あ、まあね、プレゼンとかこうスピーチコンテストとかっていうのは離れがね、あれだもんね、緊張感とかもね。じゃあ中学になるとその、まあ、4ヶ月に1回の面倒くさいプレゼンもちょっと役に立つ時が来ると、それまでは我慢ということで。そうなんですね。で、今最近塾に行き始めましたよね。どうですか、その塾の英語とか、あの学校の英語とか。もう本当に簡単です。最近、あ、昨日申し受けたんですけど、本当に他の教科はもう過去問を解いて、それプラス自分の苦手な単元を復習してってやっても、もうズタボロだったんですけど、もう英語は何もやらずにって結構もう9割は取れたかなって思って。もう自分でも やってできた感があるってこと、はい。でもこれはどうしてだと思いますか？やっぱり今までその文法に単語にやっぱいろいろやってきてて、慣れてるのかなって思います、英語に慣れてる、はい。分かりました。じゃあちょっとこう英語を自分自身ですごいやっぱりその英語をやりたいっていう風に思える子供というかになるには、なるにはというか、そういうモチベーションを教えてください。モチベーション、でもやっぱりクラスで本当にすごい、今中学校になるとやっぱ英語は本格的に始まって、他のみんなと比べてすごい楽に英語できるので、やっぱりそういう時になると英語できてよかったなって本当に思います。じゃあその中学まではとりあえず頑張れと。はい、あの小学校でもなんかその自分だけ ALT の先生と話したりすると。ああ、そういうのね。中学校は ALT の先生いるんですか？あります。中学校もいるんだ。でもやっぱその先生とも話せる。はい。わかりました。じゃあ、これからね受験ですが、はい、また戻ってきてください。はい、また戻ってきます。頑張りましょう、はい、ありがとうございました。